昭和16年7月26日、日本質量インドシナ共同防衛の取り決めに引き続き、7月29日、我が陸海の精鋭を南仏印に増派の旨、馬淵大佐によって発表。大本営陸海軍部発表、7月29日、20時、帝国と復国との間に今般成立せし、仏印、仏領、インドシナに関する共同防衛の取り決めに基づき、7月29日、我が陸海軍部隊を仏印に増派せられたり。その日、南シナ海の波穏やかに、仏印防衛の重要任務を担って、ひたすら進む我が平和の前進、大輸送船団は、午前9時早くもその異様を、キャップ三ジャック岬の沖合に表す。この大船団を守って世界の荒波を隔てるがごとく進むは我が厳然たる海の守り、陸路相含んで鉄壁の陣を進める。右手にサイゴン防衛の第一線、サンジャック砲台を望みながら、陸海協力の大船団、並びに護送艦隊は、サイゴン川を一路遡って、東洋のショーパリー、サイゴンへ進む。この時、我が海の表しも砲翼を連ねて開い、あるいは高く、あるいは低く、この戦艦の大編隊を空から迎える。突然、南海名物のスコールがやってくる。このスコールをくぐって、目指す東洋のショーパリーは、四股の間にある。思えば、我が国が北部仏印に歴史的平和進駐を行ってよりおよそ1年。今ここに南部仏印の中心地、サイゴンを見る。かつて北部において、エタルと同じ熱烈なる歓迎を、安南人は我らの勇士に寄せれば、美濃田総領事をはじめ204名の在留邦人は手に手に日照旗を打ち振りながら押し寄せる。欧米勢力の圧迫に抗してインドシナの一角に毅然として守り続けた帝国臣民の今ぞ巡り合うこの喜びはいかばかり。邦人の歓呼に応えて最高指揮官飯田庄次郎陸軍中将は柔和な微笑を浮かべながらいちいち挨拶を送る。歓喜にあふれる大流邦人は船から船へ民一億に代わって感謝を伝えていく。30日午後4時、仏印側から仏領インドシナ軍司令官代理参謀長アレクサンドリー大佐、孔子シナ総督代理ルヌー氏、極東艦隊司令官代理イシュラル大尉、孔子シナ地区師団長代理ポルタニエ中尉らが我が軍司令部船を訪れ、極めて友好的雰囲気のうちに
飯田最高指揮官以下との間に挨拶を交換。ここに我が精鋭の上陸準備は開始され、市民の賛嘆を集めて整然たる秩序と近代機械化部隊の異様を示して不当に整列。軍機を先頭にすでに南海を飲むの外ある上陸部隊は陸属と自動車の列を連ね、新鋭銀鱗部隊これに続き快速また快速地中に向かって行進を開始。新中の喜びをたたえて部隊長の閲兵を受ければ、厳然たる軍律に一糸乱れぬ皇軍の異様を初めて目の当たりに見る安南人の群れは脅威の目を見張りながら、心からなる信頼を寄せて慕い寄る。部隊の海からの最後に上陸と時を同じうして、海の表しが空から平和進駐。31日朝、基地を離れた航空隊の精鋭は海勢に恵まれた南シナ海を横断、島崎隊長機を先頭にサイゴン付近の飛行基地に着陸。堂々たる空軍の陣容を示す。ここに我が陸海軍造派は在留邦人の感激と安南人の感謝に包まれながら、仏印防衛の第一段階を無事に終了した。今や英米を中心とする民主主義国家軍は、あるいはラインあるいは豪州と結んで聖戦完遂の理想に邁進する我が国を包囲戦とするがごとき体制を示している。この時にあたって今回の平和進駐はあくまで自らを頼む確固たる広告の決意を世界に物語るものであり、同時に我が国が中心より世界平和の将来を望むがゆえに行われたものである。人口18万、サイゴン側の流れにヨーロッパの文明を移すサイゴン、灼熱の太陽のもとに上げては暮れていくカンボジアの平原、その平和こそは東軍の敵防衛によって守られ続けるでありましょう。